世界中に広く住む可愛らしい小さな動物です。風の強い日、寒い日でした。そうした天候のせいでしょう。小さなリスが巣から地面に落ちてしまいました。これは南アフリカに住むシモーネ・セロフォンティンさんの目の前で起こりました。この小さなリスは自力で生き抜けるかとも思いましたが、やはり手を貸すことにしましたとシモーネさんは話します。彼女はこのリスをティンゲッチと名付け、回復と成長することを願いました。同時にとても心配していました。小さなリスは目を閉じて叫び続けていたのです。シモーネさんは暖かい場所にリスの居場所を作ってやりましたが、ティンゲッチがその夜を越すことができるかとても気がかりでした。それからしばらくは大変な時期が続きました。シモーネさんもボーイフレンドもリスの飼育について何も知らなかったので、インターネットの情報を必死で読み漁りました。私たちは小さいディンゲッチのために愛情と食事を惜しみなく与えました。そして靴の空箱で居心地の良い寝床を作りました。私には仕事があり、家でディンゲッチの世話ばかりしていられません。しばらくすると私はディンゲッチを職場に連れて行くことにしました。その後の3ヶ月間は毎日ディンゲッチは朝食をとると私のスカーフか T シャツの首元に登り、私と一緒に仕事に出かけました。しかしシモーネさんも家族もリスが野生動物であることはよく理解していました。いつの日かディンゲッチは自由な世界に惹かれていくことでしょう。ですからシモーネさんはあえてケージを閉めることはせず、いつ別れが来てもよいよう心の準備をしていました。数ヶ月後、シモーネさんはディンゲッチを自然保護区に連れて行きました。そっと地面に下ろすと、ディンゲッチはすぐ近くの木に登りました。まるで生まれてからずっとそうしてきたかのようでした。自然での生活に素早く溶け込む様子を見て、とても嬉しかったです。でも同時に、別れはとても悲しかったです。しかし、物語はここで終わりません。その後数ヶ月間、ディンゲッチは定期的にシモーネさんの家を訪れ、彼女が仕事から帰ってくると、いつも後ろからついてきました。そして挨拶を交わすと、また自然保護区に戻っていくのでした。ディンゲッチがいつでも出入りできるように、窓を一日中開けたままにしました。夜中に目を覚ますと、そばでディンゲッチが丸まっているのを何度も見たことがあります。うちは暖かくて安全だということを覚えていたのでしょう。やがてディンゲッチのお腹が大きくなっていることに気づきました。シモーネさんは笑顔で続けます。野生の本能が目覚め、ディンゲッチはもう姿を見せなくなるだろうと思いました。しかし結果は真逆で、ディンゲッチはクローゼットの棚に巣を作って、すぐに元気な赤ちゃんを産んだのです。ディンゲッチには自分が育った家がとても気に入っていたようでした。そこ以上に安全で安心できる場所を見つけることができなかったのでしょう。ディンゲッチは我が子をシモーネさんに預け、食べ物を探しに自然保護区へと出かけました。保護区内で巣を作ることもできたはずですが、シモーネさんの家を選んだのです。ここでリスについて少しお話ししたいと思います。このお話からもわかるように、リスはそれほど警戒心が強くなく、忍耐強く接すれば飼い慣らすことも十分可能です。とはいえリスも野生動物なので、わずかでも危険を感じると身を守るために大きく鋭い爪や歯で攻撃してくることがあります。リスが高い場所から落ちることもありますが、尻尾がパラシュートの役割をするので怪我をすることはありません。また尻尾は木から木へとジャンプするとき舵として機能します。リスは完全な草食動物ではありません。鳥の巣を略奪したり、時には他の小動物、ネズミやトカゲを捕まえて食べることもあります。リスは南極大陸とオーストラリアを除く全ての陸地に住んでいます。平均寿命は7から8年ですが、自然の中では天敵となる捕食者が多く、野生のリスの寿命はこれより短くなります。例えば
フクロウに襲われることも多いです。リスは泳ぎも上手ですが、ふわふわの尻尾が濡れてしまうとすぐに溺れてしまいます。ですからリスは尻尾を水につけないよう注意深く尾を高く立てて泳ぎます。またリスたちは心配性で、実際に食べるよりも何倍も多くの食料を冬に向けて地面に埋めて隠します。カリフォルニア大学バークレー校の研究者たちは2年間にわたりリスが食料を貯蔵する様子を観察しました。その結果、リスたちは様々な種類のナッツを分類し、何をどこに隠したのかを覚えているという結論に至りました。研究者たちはリスたちに GPS 送信機を装着し、4種類のナッツを与えました。リスたちはそのナッツをいろいろな貯蔵場所に埋め、また餌をもらえる場所に戻ってきました。リスたちがこのように位置をよく理解し、隠し場所を再び見つけることができるのは、空間記憶が発達しているためです。長期記憶は全ての動物にあるわけではありませんが、リスにはあるようです。エクセター大学の動物心理学者たちの研究によると、リスは過去の成功体験を記憶していて、似た状況下ではそれをもとに行動することが分かっています。リスは餌のありかにたどり着く方法を素早く理解するだけでなく、その時その時の状況でどうすればよいかを覚えます。リスは小鳥用の餌台を見つけると巧みに餌を横取りし、小鳥たちの生活を無理やり変えてしまいます。リスはふわふわで可愛いだけではなく、鋭い知恵と記憶力の良さで私たちを驚かせてくれます。知れば知るほど面白いですね。